対抗的左翼は政治的に左翼層に属しながら反リベラルなイデオロギーや価値基準を持つエスニシティ集団を寛容な精神によって擁護することでリベラル的な立場から対抗した人物を否定的に分類するときに用いられる政治的形容語である。特に多文化主義と文化相対主義の観念によりイスラム主義への寛容を主張する人物に使用される。 マージドナワズ多文化主義の特定の文脈内では、英国の反イスラム主義活動家であるマージドナワズが2012年にこの国を自身の回顧録、急進主義、イスラム主義者の過激主義から離れた私の返歴において、英国におけるイスラム主義者に対して予備的知識を持たず、知らないで迎合し、イスラム主義的イデオロギーへの容認が広まることを助けた善意のリベラル。 およびイデオロギーに借り立てられた左翼主義者を説明するために使用した。インターネットフォーラムのビッグシンクにおける2015年のビデオプレゼンテーションにおいて、ナワズはこの語句の意味について解き、この語句は政治的正しさや寛容を重視することが異なった文化と異なったライフスタイルへの尊重につながると信じ、それに引きずられて少数派コミュニティにおいて信仰に基づいた 不寛容が行われることに対して意義を唱えることに躊躇を持っている左翼層を説明するものとした。有名な政治社会評論家の中ではコメディアンのビルマー、インターネットベースのトークショーのホストのデーブル・ルビン、新無新論主義者の作家のサム・ハリス、ジェリー・コイン、リチャード・ドーキンスらがこの対抗的左翼という概念について何度も議論した。ありがとうございます。